天正2年、武田勝頼に奪われた明智城の抑えとして、東濃の織城に入って武田の備えとして苦味を聞かせていた。聞かせます。1579年11月、荒木村重謀反の際には、池田恒興と池田輝政の親子で、摂津倉橋に在陣。在陣します。1580年、有岡城の市場、花熊城を攻め落としている。合戦の功により、摂津国内に12万石を配領し、池田恒興は兵庫城を築城。これにより、池田恒興は織田家の宿老に列した。宿老になります。荒木村重の旧臣である中西新八郎、星野左衛門、宮脇又兵衛、沖土佐守、山脇勘左衛門の5人をよる気として付属されている。甲府の武田勝頼攻めにて武田氏が滅亡したが、池田恒興は密かに落ち延びた武田勝頼の三男、武田勝親をかくまい保護したという。しかし生涯病弱で数年後に病死、秀吉の援軍を命ぜられる。